皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではドラゴンクエスト1実況プレイパート6やっていきたいと思います。はい、見ての通りいよいよ到着いたしました、竜王の城。今日はここに突入したいと思います。では行くぞ。あわよくばね、このドラゴンクエスト実況プレイも今回で最終回になるかもしれませんね。今までにはもうね、戦ってこなかったもうその強敵たちがね、うごめくダンジョンですから、殺して臨みたいと思います。うん、でロトの鎧があるのでこのバリアも大丈夫と。行き止まりのようにも思えるんですけど、この台座のね裏にね階段があると。でこっから真っ暗です。なるべく竜王戦までね MP とかあんまり使いたくないんで、極力 MP は使わないように。まあ、前回取ったこのロトの鎧、ただ、地面からのダメージがなくなるだけじゃなくて、魔法の鎧みたいに、歩いてれば HP が回復する効果も持ってるので、多分1回に戦闘あたりで受けるダメージ極力減らしていけば、なんとか間に合うんじゃないかな。まあ、この辺、この回まではまだね、危なげもないと思うんですけど。僕に行くたびにね、やっぱね、底知れない強敵が絶対。ほらー、なんか色の違うドラゴン出てきたもん。ボス絶対強いでしょ。最新の時期出てきてくれたからよかったけど、よし、ドラゴンいっぱい出てきますね。一応まあこっちもそこそこ攻撃力は高いと思うんで、危なげなく倒せてますけど、こっから先どうなるのかな。お、宝箱
金はもういらねえんだよ。もうこの悪魔の騎士って普通に適当に出てくるんだもんな。行き止まりか。こっちはダメだ。じゃあもうちょっと先かな。ストーンマン、こいつ強いんじゃない？うわ、攻撃力が高い。お、しかもタフだ。なるほど、こういうやつも出てくるんだか。レベルが上がって、なるべくね MP 使いたくないからね。パスでも攻撃外すと大変だなこれ。お、あれ、あ、ロトの鎧ってもしかしたらあれですね、魔法の鎧よりも全然回復能力高いかもしれない。これはありがたい。装備の性能に助けられたばっかりだな。なんか雰囲気が変わってきた。宝箱？おっと、こいつはご先祖様、伝説の勇者ロトの剣。勇者の剣来ましたよ。早速装備だ。おお、攻撃力も高い。これで最強の装備が揃ったわけですね。打倒竜王、こうじゃねえか。強い、敵も強い。よしよし、余計なねダメージとか受けてしまったりとかね、余計な MP とか使ってしまわないうちに竜王の元へ向かいたいと思います。道に迷わなければきっと大丈夫。またストーンマン、よし倒した。いや、なんかこういう一本道が逆に怖いな。死神の騎士、なんだこいつは。強敵の予感、攻撃力高いし、エギラマ、よし、なんとか倒しました。やっぱラストダンジョンというだけであってね、敵強いですね。おっと、あそこに見えるやつはまさか
なんかすごいちょっと目に入ってしまった。あの野郎の集めた宝だな。猫好きただ、なんで呪いのベルトって。ちょっと今更こういうのいらないんで破棄します。よしよしよし、薬草はしょうがねえな。なんか何個か宝箱空っぽなんですけど、よいしょ。ほいほい、あいつの財宝はみんなこの俺がいただいた。こいつベホイミも使うのか。こいつは強い。あいつのとこまで歩いてて HP それまでに回復してくれるかな。なんか一歩ごとに HP 回復してくれてるみたいなんですけど、じゃあもうこういうの、この移動での回復だけだとちょっと物足りないかもしれないですね。ちょっと薬草使っとこう。ここまで、ついにここまでやってきました。竜王、よし、それじゃあ行こうか。竜王、よくぞ来たなみよ。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。その他のような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分を鍋にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。だけんじゃねえよ。どうした、世界の半分欲しくはないのか。悪い話ではあるまい。世界の半分か、まあね、悪い話、ちょっと気になるんだよね、よろしい。では我らの友情の証として、その剣をもらうぞ。いや、これはね、あのご先祖様のね剣だから、ちょっとそれはね、でも世界の半分、よし、お、俺もね腹を決めましたよ。うん、もうね、まあ前みたいに魔王にね苦しめられてね迷惑してるところなんだけどね、いいよ、世界の半分もらおうじゃねえか。ほほ、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。ではわしからの贈り物を受け取るがよい。鍋に世界の半分、闇の世界を与えよう。何？わあ、なんてこった。という悪夢を見ましたと。はい、え、なんですって。お前さっき勇者の癖して竜王に世界の半分をもらって、でももらおうとした挙句
の竜王にそのまんまとその策略にはまって闇に落とされたと。私がですか。まさかそんな、この勇者ナビがそんなことするわけがなかろうね。ねほら今ちょっと起きたところですからね。もう竜王にはねこれから挑むところですよね。はい、というわけで冗談です。はい、まあですね、先ほどのはまあそういう選択肢もあるということで、一度お見せしたかったので、そういうふうに行動をとってみました。下手くその芝居申し訳ございません。でですね、まあもちろんあの時のそのままの状態でももちろん竜王を倒すことは多分できたと思うんですけれども、まあ一度こっちの展開も見せてみたいなということで、今回はこちらにさせていただきました。でまあですね、まあ、ちょっとさっき不自然なカット入って一瞬入ったんですけど、ですね、挑もうと思ったら途中で敵にね襲われて倒したら、なんとレベルが1個上がるという。でまあそのちょっとグダったんでここカットして、でまあ先ほどね三文芝を打ったわけなんですけれども、もちろんねちゃんと竜王の子は倒しに行きます。でですね、一応まあ今回その何て言うんだ、まあ、バッドエンドルートということで、今回の動画はここで区切らせていただきたいと思います。ではね、次回いよいよドラゴンクエスト実況プレイ最終回となると思いますので、よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれな